基本、ね、すごい、なんで、ターミナル構造のね、その端っこには全くなってないよという、中岡駅みたいな感じか、この前行ったところの、うん。言っちゃ悪いとは思うんだけど、だって、そうだって分かってたらね、またまた、行くのもね、ねえ、どうかな、ねえ。はい。なんか、降ってきた、降ってきた。車に乗ったら降ってきた。さすが。さすが。ここはなんだ、貨物かな。へぇ。横貨物なのかな、これ。氷見線にしちゃ離れてるもんな。あ、そっか、貨物が、今もやって、あ、閉塞信号ついてるから、これ貨物あるんだ。やってんだ。あ、やってるね。貨物やってるね。コンテナやってるね。おお。なるほどな。これが氷見線のもう一つのあれなんで役割になってるんだな。で、もう一回ちょっと市街の方に戻ってくるルートにして、高岡貨物駅。名称としては高岡なんですね。材木町。ここから走れ、渡れるみたいです。萩犬のソープ。萩犬のってあったね。途中にね。あ、いや、これ左だ。そこだ。その先の信号だ。そこにブリヂストンがあるってことは。ああ、よし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 。任せて一回通るとね、結構道覚えてるから、俺。このね、任せて、土地勘はね、あのね、強いの。自分で言うのもなんですけど、本当土地勘はね、初見だとほぼほぼ絶対間違いますからね。一回間違えたところはね、頭の中の地図でね、ああ、こっちから行ったからこうなってねっていうのがね、大体ほぼ正確にビシバシバシャって引きますからね。あら、これだ。これで氷見だ。オッケー。氷見の名は。よし。氷見と射水って意外と似た名前のところが並んでるんですね、そういえば。ああ。貨物の側線がここに横断してんだ。え、貨物？これ貨物じゃなくてトレインか？河川張ってあるからな。張ってあるな、河川が。あ、これは、富山のトリムラインか。ほう、ここ来るんだ。すごいな。万葉線ですね。ああ。海岸が出てきて、山大福も出てきて、お、八番ラーメン懐かしそうか。国道8号線沿いのあれだから、こっちの方はまだ結構あるんですよね。そういえば昔は三重にもあったんですよね、八番ラーメン。なくなっちゃいましたけどね。今山岡屋のところかな。あそこがいろいろと変わってますけど、第一朝日とかいろいろと変わってますけど、その昔は八番ラーメンでしたよね。あの、ナルトが八番のマークになってたので、なんか覚えてますね。まあ、ご飯もね、満足いく量増えましたね。コスモス作ってるよ、ここにも。コスモス攻めてるね。
ソリテプセーター、この辺り。なるほどね。富山大学もあって、そういうことが、どっちかというと、先端技術開発センターみたいな感じの場合になってるんですね。さあ、これで氷見が出てきてるので、こっちの方にまだ行きます。金沢にも行けるんだ。まあ一応七尾行かないといけない、行かないといけないか。もうだって途中駅って分かってるからな。わざわざ行く必要ないんじゃないかいとは思ってるんですけどね。守護庁、すごいですね。守護大名でもいたんでしょうかね、ここに、らへんに。まあ、秘密というか、さっきの言っとった、道の駅あたりまで行ってみようかな。これあれか。石が白いんだ。え？何か落ち葉か何か落ちてんのかなと思ったけど、違うね。こういう石の材質なんだね。あれの影響？この融雪の影響なのかな？この辺りも全部融雪のやつありますもんね。面白いな。面白いけど、これが動いてるときに絶対運転したくないですけど、まして足の上なんて。スルッとストリーム、上等ですからね。やべえっすよ。で、七尾氷見出た。七尾出ましたよ。これはさすがに高速乗った方が速いのかな。さすがに速そうではあるし、なんなら氷見とかなんやかんやとぐるっと見て回れたんで、別にここはショートカットできるなら別に高速乗るのもやむなしではある。言うても2時前ですからね。ありではあるよ。一回どっかコンビニあるんだから寄ってみたいけど。いや、待て、いいぞ。地図あるぞ。ちょっと止まった時にでもちらっと見てみよう。いや、ローソンある。いいよ、ローソンやろ。よし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 。いや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 。いや。飲み物もちょうど切れたし、言うてね、歩いたんでね、汗かきましたからね。言うて、乾かしたし。さあ、で、言ってたけど、ここ。さあ、いよいよ上がってきたね。エネオス、181円 ?181 円怖いけど、まだまだこの先は長いんだよね、今回。あ、とっても高いね。エネオスさん。いや、しゃあないか。こっちに来てんだもんな、そりゃな。やっぱ10円高えな。四日市より。待てよ。さっきの地図があるから。七尾に抜けていくには、あ、どうやら、この高岡の、氷見のあたりから乗れるみたいで、乗ると、そのまま駅のすぐ、七尾駅のすぐ近くに七尾インターっていう終点があって、そこまで一気に行き違えるみたい。あ、この地図もらっといてよかった。あ、めちゃくちゃ便利じゃん。ああ、そうですか。そうですか。で、その勢いで枕温泉行くやろ。温泉があるよね。枕温泉だもんな。あ、腰が痛くなってきた気がする。これは温泉に入れないといけない気がする。